はいこんにちは、えー、相手のセンターはヘインダールですライフブーストの代名詞とも呼べる英雄ですさらに、えー、仲間全員の攻撃力をアップするので必殺性が高まります、えー、この方はヘインダールをセンターに置かれているので、えー、復活の方は無視していいかなと思っています 恐ろしいのはマスターレプスです。えー、術者防御力マイナス20%は必殺の前にはもう弱点とは呼べない存在だと思います。みつこは青属性に対して強い英雄なので今回は青を抜きました。えー、青色センターの脇に 三つ子を置くのは良いと思うんですけれども、この方はヘインダールの横に置いておられますね。はい、それでは行きます。結構負ける気がしています。勝てる気がしないです。初期盤面も良くないですね。はい。えー、まずは、いらない玉を消します。えー、赤単色なので、赤以外は全部いらない玉です。 えー、いらない玉ですけれどもどこを消したら一番効率よく消していけるのだろうなかなかいいとこもないですねヘインダールがとにかく強いんですよヘインダールにマナーをためないように攻撃したいんですけれどもこれはラッキーえ嘘 えっと、ちょっとこれは想定外のいい連鎖が来てくれてはい、えー、マスターレプスは、えー、一撃必殺があって怖いです攻撃力を上げてはい、えー、レプスは一撃必殺が怖いですけれども 73ポイントぐらいでしたらパズルで消せると思うので先にジューンに攻撃を当てて読み通りならこれでレプスが倒れてくれますよしよかった外れたらかっこ悪いですねはいえー、ジューンも火けどで倒れるかもしれないですけどまあいいや 負け動画を撮るつもりだったんですけど勝てそうですね <laughs> 苦手科目だったんですよ今回の相手ヘインダールとマスターレプスちょっと序盤の連鎖が想定外で、えー、今は盤面に赤を呼び込むために、えー、いらない球を消していってます いらない玉を消して盤面に赤が来てくれたらいいなって思ってます少しだけもう相手に回復役はいないんであのこちらはガードをがっつり絡めればそのうち勝てるんですけどもそのうち勝てるを甘く見るか甘く見ないかの差ぐらいで はい、では倒します。初期盤面も悪いと思ったんですけれども、えー、その後、運よく連鎖が来てくれて勝つことができました。はい、ありがとうございました。